いつもジクラス専門チャンネルをご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、こちらのジクラス販売者紹介の方していきたいと思います。お願いします。はい、こちらはですね、通常モデルの G400D となっております。 G400D、 はい、まず情報の方からですね、お伝えさせていただきますと、年式は2022年式 G400D 外装カラーがオブシディアンブラックの5点オプション5点オプション、はい、ただ今はなき5点オプションとなっております。はい、はい、AMG ラインラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピング、そして G マヌファクタープログラムにインテリアプラスパッケージっていうね、そちらの、その5点オプションになっております。うん、はい、内装はプラチナホワイトということで白革となっております。そして、右ハンドルの走行距離がまだ6000キロという1台となっております。G400D のオブシディアンブラックですね、まあ、当店も何台かこう今まで入荷してきてるんですけれども、本当にねすぐ速乾で決まってしまうケースが非常に多いじゃないですか。うん、やっぱり人気ですよね。まあ、G クラスといえばこのオブシディアンブラックが、はい、っていうところありますもんね。定番カラーなんですけどね、もうザ・ G クラスというやはりね、カラーになってくると思いますので、今までですねちょっと買い逃してしまわれた方ですね、安心してください。今回ご紹介するこの G クラスもですね、めちゃくちゃ程度のいい、ぜひおすすめしたい1台となっておりますので、はい、ぜひですね最後までチェックしていただければと思います。はい、ではですね外装の方早速見ていきたいと思うんですけれども、はい、こちらですね、新車時にボディーコーティング、あとアルミホイールのコーティング、そしてインテリアコーティング、内装のコーティングの方もされておりますので、まあ、内装の方はちょっとね後ほどちょっとじっくり見ていきたいと思うんですけど、まず外装の方ですね、はい、やはりねコーティングしてある車ということで、見てください、このツヤ感ですよ。このオブシディアンブラックの輝きですね。輝きですね、はい、はい、で今までちょっと最近ですね限定車のご紹介多かったので、そうでしたね、なんか久々にねこのシルバーがね、うん、やはり特徴になっているこの通常モデルのこのデザイン、やっぱり黒にシルバーもかっこいいですよね。いや、かっこいいですよ。ね、これはかっこいいですよ、やっぱり。はい、うん、通常モデルの、まあ、AMG ラインが特徴的な、デザインとなっているんですけれども、はい、まあ、こういった感じでですね、本当にまず外装の、うん、はい、傷とかもね、ないですもんね。コーティングしてるだけあって、はい、近くに寄っても綺麗ですね。すごい綺麗ですよ。はい、はい、そしてサイドになってきますと、はい、サイドモールもシルバーですね。はい、はい、そしてアルミホイールも、はい、シュイチの定番のアルミホイールが、うん、装着されております。ツヤツヤですね。ツヤツヤです。はい、ね、横から見てもね、黒光りってこういうことだよ。そうですね。黒光りしてます ね。すごい綺麗な、うん、黒く光り輝いているっていう感じでですね、はい、後ろもですねこういうシルバーが基調となってるんですけれども、うん、そうですね、ここもそうですね、はい、今の5点オプションってもうインテリアプラスパッケージはなくなってしまったので、うん、このボディ同色スペアタイヤカバーということで、ここがねここがボディ同色の黒くなってるのが、まあ、今の5点オプションとなるんですけれども、うん、はい、はい、まあ、今回はここは通常というところで、はい、まあ、自ら6点オプションにしてもいいですよね。そうですね。ここね、ラッピングでブラックアウトしてあげればその当時の6点オプションにもできますんで、うん、まあ、そういったねもしブラックアウトご希望であればですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、特に今回外装、まあ、フル純正なので、はい、ブラックアウトもやっぱり楽しめるようなベースは整ってますよね。はい、うん、まあ、あとベースがすごい綺麗ですからね。はい、はい、うん、そういった感じでブラックアウトもね、できます。はい、ね、はい、で反対側ですね、うん、はい、めちゃくちゃね本当に綺麗ですね。はい、いや、またまたいい G クラスが入荷してきましたね。はい、カメラマン君、はい、外装だけじゃないんです。外装だけじゃない、外装今こんだけ見ていただいて、うん、ね、もう本当程度のいいのが、手に取るように分かっていただいたと思うんですけれども、実はね内装もこれめちゃくちゃ綺麗な1台になります、うん、そうです。今回しかも、はい、プラチナホワイトにインテリアプラスパッケージと、はい、見どころ満載ですね。はい、ね、ちょっと続いて内装の方見ていきたいと思います。はい、では続いてですね内装の方見ていきたいと思うんですけれども、はい、はい、やはり
4点オプションのまずマヌファクタープログラムといえば、やっぱりこのシートカラーの豊富さですよね、うん、はい、今回こちらの G400D にはこの真っ白の白革ということで、プラチナホワイトのナッパレザーシートの仕様となっております。やっぱりこのレザーは車内が明るく見えますね。いやーほんとね内装の白黒のパンダカラーですよ、うん、あ、そうです ね、 ね、やっぱね、あとこちらのお車は新車時に、外装のコーティングもそうなんですけれども、内装のシートコーティング、これ新車時に施工してますんで、うん、本当にね程度がいいですよね。嬉しいですねこれね、うん、いやかなり綺麗ですよ。綺麗な状態です、はい、まず走行距離も6000キロという低走行のお車なので、まあ、そういうね使用頻度の少なさも相まってすごい綺麗な真っ白のね、真っ白ですシートとなっております。はい、ちょっと気になったことがありまして、はい、ステアリングも白でしたっけ。はい、これはもう今はなき、はい、5点オプションの今はなきの、はい、こちらインテリアプラスパッケージになってますので、この当時ですね、そのオプションつけますと、このまずステアリングがシート同色のツートーンステアリングになっております。はい、ハンドルもね本当にねティアカとかが全くついてないって言ってもいいぐらい本当に綺麗な真っ白のね、ツートンステアリングとなっております。でこのパッケージはステアリングだけではなくて、あとここのねルーフハンドル、あ、ここもなんか違うんですね。はい、ここがナッパレザーなんですよ。上質の革が使われているということで、うん、はい、ここのね、まあインテリアをさらに豪華にするというそういうオプションがこちらにはついております。今はなきなんですね。はい、でもやっぱりステアリングのカラーがちょっと違うと、うんうん、ちょっと限定車チックな感じが、ね、通常オプションではねなかなかね見かけないね、うん、ツートンステアリングなので、やっぱねここもね白側に合ってる、いいんじゃないですか、うん、いいと思います。はい、でこの内装、このマヌファクタープログラムつきますと、やっぱりねあのベンチレーターであったりとかマッサージ機能、あとダイナミックシート、やっぱりシート装備ってすごい充実してるので、やっぱりね通常モデル購入検討されていらっしゃる方も圧倒的にねやっぱりマヌファクタープログラム、好まれますよね。やっぱりねそれだけ装備としても充実しているというところがありますので、はい、いやいいですよね。いいですね。はい、まあ本当ねすごい綺麗なシートとなっております。はい、前席ですねがかなり綺麗だったのはもう見ていただいて分かってもらえたと思うんですけど、当然そうなると後席はより綺麗になっております。ねえ、いやすごいめちゃくちゃ綺麗です。真っ白です真っ白、ね、しかもこの前席のこの部分も白くなってますので、はいはい、この後ろからの見え方がかなり明るいなっていう印象を受けますね。明るいですよね。内装のこのピアノラッカーウッドとね、ほんとね、相性いいですよね。うん、はい。いや、こんな感じでね、やっぱりあの黒側にはない、やっぱりこの白のおしゃれさっていうのはね、うん、本当にこのプラチナホワイト、いいじゃないですか。うん、そうです、はい。しかもまた低走行ということで、はい、より綺麗な状態と。より綺麗な、はい、状態となっております。はい、この前の部分も、すごい綺麗な状態ですね。はい、ではトランクの方も見ていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。いや、めちゃくちゃ綺麗なのがそうです、ね、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ほこり一つないような状態、うん、綺麗さですね。はい、トランクすごい綺麗なんですけれども、うん、この、マヌファクタープログラムになりますと、このルーフライナーがレザーディナミカ素材になっておりますので、うん、これ限定車と同じルーフライナーなんですよ。なのでね、やっぱり高級感もね、本当にありますよね。そうですね。で、ここにね、実は、プラチナホワイトのナッパレザーが、このリアゲートのインパネですね。こちらにもね、ワンポイントでついてますんで、うん、やっぱりね、こういうね、いいです。なんかちょっとね、わかります？うん、やっぱり綺麗ですね。当然すごい綺麗ですよね、はい、後席もそういった感じで綺麗な状態となっております。はい、ということで今日はこちらの G400D ご紹介の方させていただいたんですけれども、はい、はい、実はですねこちらは内外装の程度の良さ
だけではないんですよ。だけではない。おすすめポイントとしましては、はい、販売価格の方もね、かなり自信を持ってご案内の方させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、もう一度ですね、情報の方おさらいさせていただきますと、年式は2022年式、G400D オブシディアンブラックの5点オプションですね。はい、で右ハンドルの内装プラチナホワイトとなっております。はい、で新車時に、ボディコーティング、ホイールコーティング、そしてシートコーティングであったりとか、純正の前後ドライブレコーダー、はい、これも装備されております。はい、まあね、至れり尽くせりというところになるんですけれども、うん、こちらの G400D ですね、総額で1828万円で、はい、販売の方させていただきます。1828万円、はい、今のこの新車価格考えるとかなりお求めやすい価格というか、お値打ちな価格に、どうでしょう、なってるんじゃないかなと。もうこれは本当に自信を持って販売の方させていただきたいと思いますので、こちらの方なんですけれども、まあ当然1台のみのご案内になりますので、ね、そうですね、この仕様もなかなか入荷は珍しいですもん ね少ないですね。しかも今はなきインテリアプラスパッケージですから、はい、ということでですね、うん、はい、ご興味持っていただけましたらですね、もう日本全国どこでもこの車の方伺わせていただきますので、もうね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。特にオブシディアンブラック人気ですし、速乾状態が続いているので、はい、もう今気になったら、はい、もうすぐにそうですね、ご連絡いただければ、そうですね、思います。とりあえずっていうフレーズいいかもしれないですね。はい、はい、ね、お気軽に本当ご連絡いただければと思います。はい、ということで今日はこちらの G400D オブシディアンブラックご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。